日本の共同通信です。よろしくお願いします。もう一歩下がっていただいてもいいですか。初めてのチャンピオンズパーク参加されました。あの表彰式と別にこうしたファンと触れ合えたことのご感想はいかがですか。はい、これだけの観客の前でこうやって多くのファンの方々と触れ合えるっていうのはなかなかない機会ですし、すごく楽しかったです。今回テロ防止などで厳重な警戒の中での大会ですけれども、こうしたファンとの交流がやっぱりゴールインでは大事だと思われますか。そうですね、大事だと思いますし、ファンがあってこその選手でもあると思うので、こういうのはすごく大事なことだと思います。東京五輪で金メダル取られた時と比べて今回いかがですか。また個人と団体っていうので、大きく違ってくるとは思うんですけども、自分の実力のみで取った金メダルではありますが、やっぱり4人で取る方がその嬉しさっていうのは大きいかなと思いますね。チャンピオンズパークもっとこんなことができたらよかったなとか改善点ってありますか。最前点、客さんと の距離が微妙な距離でいて、ハイタッチを求めてくる人とかもいて、もうちょっと近ければハイタッチできたりとかっていうのも結構あるかなと思います。ありがとうございます。ちょっとメダル手に日本の皆さんにメッセージをお願いできますか。はい、昨日は、夜中から朝方にかけて本当に応援ありがとうございました。また8月2日には団体戦があるので、引き続き応援していただけたらと思います。ありがとうございました。浜さん、ありがとうございました。で、五輪史上初めてのチャンピオンズパークに参加されました。メダリストとしてたくさんの人に祝福されたと思いますけれども、どんなお気持ちですか。自分が思っているよりもたくさんの人たちがこういうふうに祝福してもらってくれてすごく嬉しい気持ちと、やっぱりここに立ててよかったなって思います。そう、今回すごく意外と歓声とかも上げてもらって、あとは写真とかサインとかも求められて、意外と応援してくれてる方々も多いんだなと思ったので、もっともっと頑張って期待に応えないとなっていうのを思いました。チャンピオンズパークのファンの方からはどんな声をかけられましたか。たくさん写真を撮ってとか、サインしてほしいとかっていう声をたくさんかけていただいて、自分でも結構答えたんですけど、でも答えきれなかった分もあって、本当たくさんの方に応援してもらえてるんだなっていうのを改めて感じました。英語とかフランス語とか声かけられましたか。英語とかで声かけてもらったりとかしたんですけど、分からないのもあって聞き取れてなかったんですけど、おめでとうとかそういう良かったねっていうのは結構聞こえました。もっとチャンピオンズパークでこんなことができたら良かったなとか、改善してほしいようなことってありますか。いや、もう完璧だったと思います。強いて言うなら、通訳の方が出るまでに入れなくて、少し2人で英語喋れなくて、どういう形に歩いていったらいいのかちょっと戸惑っちゃったので、そこだけちょっとお願いしたいなって思いました。そうですね、自分もそこぐらいで、あとは特にないと思います。パリでは何か可愛いお土産とか買いましたか。いや、結構忙しくてまだほとんど何も買えてないので、これから、これからもはもう時間ないんですけど、少しでも見つけて帰れるようにしたいなと思います。そうです、自分も同じです。どんなものを探したいですか。パリらしいものを探したいと思います。最後にメダル掲げて日本のファンの皆さんにメッセージをお願いできますか。ここまで応援してくださった皆さんありがとうございます。これからも、次のオリンピックへ向けて頑張りたいと思うので、応援のほどよろしくお願いします。今回のパリオリンピックで金メダルを獲得することができたのは皆さんのサポート応援のおかげだと思ってます。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。